ここ数日続いている危険な暑さですが、いつ頃までが注意が必要なんでしょうか。はい、山口さん、この暑さ落ち着きそうですか。そうですね、関東から西の太平洋側まだ明日も温度の上がりやすい状況続いていきます。はい、で明日の14時の方気温予想をご覧ください。まあ、最高気温が出る頃の方図になるんですけれども、まだ明日もですね、関東の南部午前を中心に日の差すところが多く、赤い色35度以上のエリアが広く出てきます。東京都心は明日も36度とまた猛暑日になる予想です。で東海から西のエリアは赤色のこの分布、猛暑日の分布は減ってくるものの、まだそれでも所々です。これもね、日差しが出やすい宮崎県内ですとか三重県など紀伊半島の南東部で35度以上が想定されております。はい、まあ、このようにまだまだ明日も熱中症には厳重な警戒を要するといったところ、西日本東日本太平洋側では特に多いんですけども、はい、その後の特徴を見ていきますと、これまでに比べますと今週後半梅雨前線が大きく南の方に下がってくるんですね。はい、これに伴いまして雨の降るエリアが西日本東日本でも増えていきます。で気温の方はご覧の通り、明日までは先ほどの通り、ね、かなりの暑さまだ続くんですけども、その後今週後半になりますと多少温度は上がりにくくなっていきます。ただ逆に先ほどの通り雨の降る日が多くなるので、はい、30度前後であっても相当蒸し暑い体感は、ね、続いていきそうなんですね。ですので強烈な暑さは、はい、まあ、峠越えとなる中で暑さ対策必須な状況は当然ながら続いていくことになりそうです。はい、わかりました。詳しい暑さの情報についてもアプリウェザーニュースからご覧ください。